第3部、始めたいと思います。第3部は幕張メッセの2期の北ホールについて、やりたいと思います。参加されるのは、最初に言いました、リズムデザインの中田さん、それから KAP の、桐野さん、それから何でしたっけ会社名は、メタストラクチャーの高橋さんと、福田さんも一緒にいます。はい、じゃあちょっと自己紹介だけお願いします。あ、メタストラクチャー高橋です。お願いします。あ、リズムデザインの中田です。よろしくお願いします。 JP の桐野です。よろしくお願いします。はい、皆さん、設計あるいは現場管理で、担当されました。この右側の写真にあります、まあ、こちら側が1期ということで、2期あるいは北ホールと呼ばれているのはこちらです。ですので、まあ、写真としてはこちら側が北ですので、こちら側が海ということになります。1997年10月の、竣工です。1期が1986年から開始なので、約10年間のプロジェクトということになります。どこから行きますか ね、プロジェクトの最初の経緯ちょっと話してもいいですか。はいはい、じゃあ中田からちょっとその最初の始まり方をご紹介したいと思うんですけれども、このプロジェクトは牧事務所が設計で、まあ、一期でこう一期の幕張メッセで、で渡辺さんが非常にこう成功して収めて、まあという経緯から言って、この2期は非常にこうチームの中に非常に力がこうもっといいものを作ろうっていう気合がものすごい入ってたんですね、高橋さん。うん、そうですね。それで1期でまあかなりのことをやり遂げたけど、2期はそれをもっと洗練させたいっていうところが非常にあったと思います。で僕自身はこの時まだ事務所に入って3、4年目だったと思う、もうちょっと経ってたんですが、あんまりそういう力学構造のことの能力のが遅れているものにそういう育ち方をしていたので、このプロジェクトをじゃあ中田君に任せるのかっていうと、そういうつもりではなかったんですね、渡辺さんは。で、ただこの今の YouTube の1回目と2回目を聞いてもらった方は分かると思うんですけど、東京フォーラムとか中野坂上とか、あるいは他にもいろいろ大きなプロジェクトをたくさんやっていて、とにかく人がいなかったんですよ。それでとりあえずこの大事なプロジェクトなんで、中田君この基本設計だけこうやってくれという話を渡辺さんに言われたのを覚えています。それで打ち合わせをするためにとにかく牧事務所だから模型を作って、それでコミュニケーションしてくれということを言われまして、で最初に作ったのがこの今持ってきた、今日持ってきたんですけど模型なんですね。これどうしたらいい？よく映ってますかね。うん、でこれまあいろんな渡辺さんの本なんかにも出てるものを僕は保存してるんですけれども、一番最初にこの、マキさんのスケッチを、出してもらえると。そうですね。まあ、最初にマキさんのこういうイメージがあって、で、これを、まあ、マキさんなんとなくこれ7メーターぐらい、ここ背がいるんじゃないのって書いてるんですが、そういうような話を打ち合わせで聞いてきて、それで次回の打ち合わせの前に、なんか、提案、何でもいいから模型作りなさいっていうことで作ったのがこれだったんですけれども、でこの模型を持っていったら案外この、その場で牧先生もこの方向性気に入られて、案外スムーズにこの方向性に決まっていったというのがあります。なので導入のところで模型を使ってそういうことをやるっていうのは、渡辺さんの戦略は案外うまくいったのかなっていうふうに思います。高橋さんどうですか。うん、
でも、もう一枚ありましたよね、これ。なんか、もう一枚もなんか持ってたの、僕なんか今日があるんですよね。この模型を明日打ち合わせするからって言って、これ一晩で作ったんですけども、その時、キリノさんがもう一枚を作ってくれた、うん、もう少し、うん、もう少しこうスレンダーな。どういう感じだったかな。多分、両側引っ張って薄くし、うん、薄くもっと引っ張って薄くするみたいなんでしたっけ。二、うん、つ持ってったんですね。一つじゃダメだとかって言われて。うん、その裾の方はもうこのままだとやっぱりタイバックが何らか入りそうだもんね。これもう今これを見ただけでも成り立ってなさそうな感じなんですけど、うん、僕はちょっとねこれが始まる頃はおそらくフォーラムのもう残務の確かそれと基本設計重なってなかったかな。いやもちろんそれで、うんね、あの高橋さんちょっとあの基本設計のその辺の話はちょっとそうですね。最初は高橋さんが来るかどうかの頃で、うん、戻ってきた時には打ち合わせするっていうぐらいのあれです、うん、それでなんかその辺が、うん、託されていたんですよ。そうだね、この時のこれとこのスケッチの時は中さんは書いてないんですか。これ渡辺さんの一緒にいるんですか。見てるスケッチです。ああ、それこういうのを見てこういうものを。ああ、そう一緒に。はい。これ牧さんがその場で書かれたんですか。そういうのか。ここまで覚えてない、ね。覚えてないですか、うん。こういうものがあるって出されてる、うん。これでも7メーターでも許してくれたんですかね。本当に。いやいや、この模型が実際これ300分の1で測ると5メーターぐらいなんです。なんで5メーターでもこんなんだから。ちょっとでもだってあのプロポーションできゃ7メーターって確かにあんな感じの7メーターじゃないですか。バナナみたいなぐらいの、うん、まず負け事務所のねあのリーダーの鹿島さんがそんなもっとスレンダーにしようっていうことは方向性は言われてましたね。僕らあのメッセっていうとあの入った時にあのちょっとあれかな、大体面接入った時の面接の時になんかメッセの話をされるとさっきのこの CAD 図が出てきてうちはいち早く CAD を導入して3次元とは言わないけど、ね、これ3次元で書いてある。3次元屋根は3次元ですけど、あ 屋根だけ屋根だけ3次元なんですけど、やっぱこう斜めになってるのとこう円弧状になってるから見えがかりがこうまっすぐは見えないから斜めにこう少しずつ変化してくるからっていうこう模様っていうか濃淡ができるんだよっていう話をずっとされて、でだからまあ図面がねなんかこう記号図じゃなくてやっぱり形を表すんだっていう話を散々された気がするんですけど、でこれ右ここに右側に足してたんですね、北ホール、うん、これを一体にしようっていう話を、うん、あの僕が最初 SD 来た時は渡辺さんがあの長い机にねあのトレーシングペーパーだってやってあの一気の伏せ図をしこしこ書いてるのを覚えて、でそれでこういうふうな立体には書けないからっていうのを、うん、あの実感して CAD だって言って、なんか不思議ですよね、あのさっきの東京フォーラムの柱もそうだけど、なんか細かいディテールこだわるんだけど、すごいでっかい図を描きたがるっていうか、うん、あのそうね、僕は思い出してる、前出したのプレキャストコンクリートの、あのさっきの岡村さんがやってた副大の、うん、なんかこう階段教室のでかい PC を、これ壇上の斜めなので描いて、うんね、夜中に口笛を吹きながらね、描いて、うん福田さんがうるさそうな顔をしてるだような気がしたけど、なんかどっか行くとまた口笛吹いてるみたいなこと言ってたけど、でもやっぱりこのあの一期からね、一期86年6年88年最初から、うん、一期のもう最初から一緒にやる、うん、88年竣工かな、うん、それで二期こう来るんだけども、なんかその間にフォーラムが挟まって、でさっき中田さんに言ったみたく、なんかすごい今までやってきた集大成をこの北ホールで全部ちょっとやってみようという感じはあったのね。うんうん、で、まあ、牧先生ももうとにかくこれは無条件に
渡辺さんに相談して一緒にやるんだというのはもう自明のっていう感じがあって、だからあの、まあ、図面一気のがないけども、やっぱり北フォールのこの竣工したものを見るとすごい一気はもう荒っぽいよね。プリミティブなディテールにしても何にしても。それが一気の写真さっき探して出してきましたけど。ああ、これね。標準的なものですね。そうなんですよ。で、一気の時はとにかく3メーターのモジュールで、そうそう、細い材で。それもこれもさ、当時は、あ、これは画期的だぞって、何かっていうと、この形や形状は立体トラスなんだよね。うん、でも、ワンウェイに力がほとんど流れるようにして、だから、なんていうの、トラスビームみたいな形で、あ、それも短手方向に流さないと。うん、ね、普通 の、 あの構造設理からちょっと外れて、長手方向に全部流していくと。それがすごいな。それでももう東京フォーラムまさにそうだし、うん、あのなんかそれが渡辺さんのなんか、うん、絶対短手には書けないですよね。長手にかけて当たり前のことしない。独特なもの。長期で決めるようにするっていう、長期を支配的にしたかったんですよ、ね。うん、長手にかけて特徴を見つけ出すみたいな。うん、そうです。その代わりそれの加工がダイナミックじゃないと意味がないね。うん、そういう意味ではそのさっきのこう3メーターって何だったんですか？だからこれはね、それ聞けなかったんだけど。今まさに自分してるじゃない、うん、で、こういう一方向 の、 あの下限材2つと上限材真ん中、それがね、運搬できるギリギリだったと思うんだな。あの特殊な、そう、うん、テッショトレーラーで。そう、特殊なね。それで、まさしくあの地元、場所から千葉ったらもう、当時は鉄工所がいっぱいあったけど、でそんなにあの長い距離も、うん、だからまあ地元の大企業ですよね、うん、鉄工は。だからまあ鉄、とにかくそれで省いちゃったんですかね。オール千葉でやりましょうと、うん、これ3で6です。これがね、やっぱりこれいくつですか？6の12。6の12。だから3の柱でしょ。柱が12メーターごとにあって、うん、骨をその何分割してるんですよ。モジュールもよく渡辺さんよく口にしてる、ね。いつも3、6、12みたいな話を。いろんなこの、なんかね、うん、ね、お客さん伝えたりとか。そうだよね。それで、12、どうなんだろう。12っていうのは、このか、下部構造の柱のピッチかな、12ね。これは下部12なんですね。うん、あの、とにかく6メーターなんていう柱ないし、うん、駐車場で車取んないとかだとか、うん、そういうことですね、うん。とにかく、この下部構造は12メータースパンだと。うん、でもプレイ、PC は違うんですよ、ね。違う、PC は違う。うん、あれが分かるんですよ。だからあの新潟の時には PC も3メーター運べるからって、3メーターなんですよね。あれ3メーター。3メーターなんですよね。だけど他ではやっぱできないって言われるんで、だから3メーターって。やっぱり船で運ぶ PC 業者が運べるんじゃないかという話あったよね。そうですね。困る困る。うん、あの、うん、港が近いからとか。これだからそういう意味ではモジュールっていうのはさっきのね、さっきのマキさんの7メーターって、うん、まあ、中途半端って言うと言い方あれだけど、うん、ありせいにしたってなんかね、寸法的にはどういう寸法が、うん、モジュールがあり得たんですかね。7メーターね。7メーターで作っちゃえばよかった。ね、これだと、これ何ですか、渡辺さん3メーターって書いてあるけど、渡辺さんは背を3メーターにしたかったんですか、あれピッチが3メーターなんですか、ね、多分渡辺さんはこれ僕言われてね、このここの剛性を上げるとこちらの引っ張ってる方の軸力が減るからっていう、ね、いろんなスタディを計算させられたんだけれども、うん、その時にでも渡辺さんなんとなく自分の中で答えは3メーターにしたかったみたいなところが、背を、背を、うん、で3メーターが一番綺麗って、なんかスペースフレーム3メートルが綺麗っていう、なんかそういう渡辺さんの中 の、 このね、で一番悔しかったのは、この一番外側に行ったところの、この辺、
あの外部のところ、ね、外部のところは風圧がすごい1トンぐらいになっちゃって、あのこれで見るとあの一番上ですね、うん、ちょっとぶっついでしょ、うん、あれ 3.5 メーターになっちゃって、うん、そこだけ3メーターわからない、ね、これと違う、ね、しょうがないっていうことで、うん、実際にも 3.5 メーター、4メーターじゃん、いや 3.5 だって、うん、結局4か4のところは運べるんですかね。いや、無理やり運んできて、うん、大変だったのはなんか防水処理が土付けとかその辺が悪いようだ、うん、現場容赦、亜鉛容赦、亜鉛容赦ありますね、ZRC そうですね、うん、この最後のところだけは風洞実験やってて、はいはい、田村先生が、これは外乱があるからね、これ渡辺さんダメだって。ねじれるのもあるし、どうにかなんないとかって。最初なんかね、こう下から引っ張るみたいな、うん、いろいろ3メーターキープしたい案があったんですけど、うん、やっぱりシンプルにいきましょうってなったんですね。うん、でもそういう意味では普通のところは右側、あれ一番上は右側もちゃんとアンカーしてるじゃないですか。うん、なんで下はそっち側ステイを取ろうとはしなかった。え、いや、この辺とか、うん、まあ、こっちになるとどっちなのか分かんないですけどね。だって一番、これは分かるけど、うん、これあって良さそうなもん、全部あって良さそうなもんなのに。あのね、ちょっと出てこないけど、このスケッチにも出てこないの。右の外のね、通路があるんですよ。うんうん、で、ステイ取っちゃうと、取れなくなっちゃう。あの、通れなくなっちゃう。だからやっぱり、そう、やっぱり、伸び伸びとはできなかった。ちょっともうね、現場行って、その反力がものすごいっていうのは、まあ当たり前なんだけど、あの、耐震壁があるんだけども、結構、あの、30センチ、35センチぐらいの壁がね、うん、クラックがわーって入ってきて、ああ、なるほど。でもウェーブのとこの話は、なんかあるんじゃないですかね。ウェーブが出てきた。釣り構図じゃ、釣り構造じゃなくて。結構、渡辺さん結構。最初は全部これだっていう模型を作って、ね、で、それは、牧事務所の方でも、いや、展示場が全体、いろんな用途で使う中で、そんな天井だからいらないところがあるんで、うん、しかも全体これだとちょっと退屈だよねっていう話をされて、混ぜようということで、うん、屋根としてはこうピュッと切り取ったみたいに、あの同じこの部分は共有、あの先端のところは同じでシュッとウェーブするような、そういうのを混ぜこぜにしましょうっていうことになって、うん、なんか牧さんからこういうのにね、うん、打ち合わせでもこういう形に決まったじゃないですか。そうなんです、あの教会部ってなんか、渡辺さんのスケッチだとぐちゃぐちゃぐちゃってなんか取らすぎるよって感じをやってますけど、ね。ラップ部分ですね、ラップの。ラップ部分は、結局あそこの教会部で力がいくらかやり取りするから、直行張りを入れてんだよね、うん、トラス製の中に。あ、そう、差し込んでるんですか。うん、やっぱり、ちょっとイレギュラーなところは出てきてる。だから、あの上から伏せず見ると、ちょっと、ね。うん、ダブル線が見える、うん、あれですね。うん、そうですね。それと、ね、ジャッキダウンの時に、うん、これ結局、端からジャッキダウンしてたんだっけ、一番ウェーブの方から。ウェーブの方から、カテナリーか、どっちからだ、僕、覚えてないですけど、ジャッキダウンしてる時に、案外、思った数字にならなくて。ウェーブのところは、うん、まあ、当然だけど、うん、こっちの、 メインの方の先端は今度水平に動くわけね、うん、そうするとそこのピンのクリアをどのぐらい見込んでいくかとか、はい、それは解析して、ね、ね、それがうまくいくかとかいかないかとか、うん、滑らなかったらどうしようみたいな、そう、それほら最近じゃないけど、川口先生が代々木の時にサドルのところを滑らせないと大変なことになるっていう話をして、でもそうそう、それはいくとなんか独立柱のところは一方向ピンじゃやばい、やっぱ上が横力受けるからまずいんじゃないかって、こうなんかどうやったら二方向ピンになるかって悩んでたけど、結局
一方向になっちゃったんですかね。一方向、うん。あれはね。最初、確かにね、ピボットにしたいって話。そうそう、あのやっぱ倒れる、倒れもあるんで。うん、だけど、この横方向ってそんなにしますか？あまりしてなかったと思うな。渡辺さんしたのは、だから頭がやっぱ、うん、さっきも言ったけど、振られるので、足元を逆軸側もピンにしたいって言ってたんですけどね。まあなんか、計算で答え出したかもしれないですね、大丈夫。あれさ、そうか、仮、今、そこのピンで、今、中頭部に、鉄骨の柱が、錆止め、まだ何も塗装してないとかあるじゃない、うん、あそこで少し変形を吸収してから溶接したんじゃなかったっけ、うん、確かね、なんか、そういう意味ではさっきのそのフォーラム、まあ、中野坂上フォーラムってこう、うん、やっぱこういう割とでっかい金物というか、金属でやってた中の、うん、まあ、集大成っていう話になってくると、うん、なんだったんですかね、こだわりは。あの、それはね、すごく最初から言われていて、うん、一つはその宣伝させるために、うん、その鋳物を使いたいというか最初から言っていて、うん、それで。これどこまで一体ですか？これでもプレート類、プレートですか？それプレートで行って、その手前のところに羽が少し出てる。ここで終わりだ。そこの筋がある。そうそうそう、うん、で、そこにスリットを入れたりとかね。それはなんか巻き事務所でやりたい。まあ、細かいところはね、大体衣装事務所がおまけをしたい。で、まあ、これの時にやっぱり、その、見物の流れっていうのが、さっきの東京フォーラムと中野坂上の流れが結構来ている、うんうん、そういう意味では、でも中野さん、手やないや、中田さんも高橋さんもそれぞれもフォーラム、じゃないのか、の中でじゃないのか、延長線なのか、こう、同じことをやってるのかっていう意味でいくと、どうなんですかね。チャレンジした部分っていうのはどこなんですかね。うん、これはチャレンジした部分はとにかく大スパンよ。96メートルのスパンなんて今までやったことなかったし。あ、うん、それとやっぱりあの、こう、釣りとこういうカテナリー状のそういう、うん、そうそう、あの、すごくクラシックな、うん、まあ、いつこう構造らしいそういうのを洗練させてやりたかったみたいな。それはあったみたいな。それとあのね、ケーブルステーを使うっていうのが、あの、うん、最後の先端のディテールも結構こだわって。そうですね。うん、え、こっち、右下、こっち。そこ。それもこだわっていたし、上のところも結構。うんうん、これ突き抜けてあそこに行った。なんか、大丈夫ですか？あれは大丈夫。こっち向きがなんか寂しい感じがします。でも、今もやっぱりこれ、こっからアプローチすると綺麗ですよ、こざーって並んでるのが。あれ、確かね、アンカープレートで、要は、あの、鉄骨の骨が入ってんだよね、あれ、確か。で、コンクリートで、さやかん。サイカンと、あのね、このサイカンが入ってるのは、この、こっちじゃなかったですかね、ここの、これ SRC、こっちが PC、こっちは、あの、多分そうじゃなくて、ここのディテールがそうです、この、うん、これ入ってなかったっけ、ここに。こっちは入ってない。大丈夫かな、サイカンが入って。いや、入ってたはずだ。意見が食いちまった。だんだん渡辺さんの話とかってなってきちゃった。いや、もう何せ20何年。そうですね。あと、メッセの、なんか僕が、なんだっけ、時メッセなんかやるときも、まあ、本体の方もそうなんだけど、うん、エスプラナード、なんかこの辺、うん、このあの、まあ、PC のデッキつけてっていう、うん、なんかこっちをもっとなんか、変えようよっていう話が割と多かった気がするんですけど、そうね、そうそう、なんか、ね、おまけでついてるわけじゃなくて、うん、そこをどうするかっていう、うん、あの、うん、やっぱりホールの方はもう用途は単純だし、うん、あと屋根の形どうするかっていうことじゃない？あと、まあ、特に今回あの北ホールの方特徴的なのは、あの屋根の
高さに沿って設計荷重を結局変えたのね。あのメインの背の高い方は大型展示があるだろうというんで、うんうん、もう平米ごと、うん、でこっちのウェーブの方はそんなに大型ないから、うん、じゃあ平米 2.5 トンって、うん、これはこの杭を少なくてよかったと。こっちがその杭あ少なくなってんじゃないかな。でもこっちの絵とはあんま変わんないし、この絵が正しいのかどうか、ね、何が違って、あのPC か現場打ちか分かんない。まあ、展示場のね、うん、1階の床、ま、メッセの一気の時から、ね、うん、平米3トンなのかどうかって、大騒ぎしてもう、あの時、もう、結局分かりづらい、分かりづらいってずっと言われてて、うん、もう、じゃあ、もう、とにかく、やろうと。あれ、木村先生の作られた、あの5トンが上がらないって感じ、ね。ブート S 分の100。でも最近僕って展示する側の仕事が結構あって、うん、そうすると展示物だけじゃなくて重機の重量とかで、そうそうそう、やっぱりね、ここは乗せないでくださいって急に言われたりしてね、うん、あれやっぱりちゃんとしないと使えないですよね、うん、いやだから渡辺さんが頑固にね、平米3トンでどうするっていうのを言ってたのは、うん、それなりにやっぱ正しいのかなっていう気はしましたけど、ね、これをやるの時にあの大阪の方の展示場とか視察に行って、ね、スペックね、うん、でやっぱりバリバリインテックスとかバリバリに言われていて、うん、まあこういうことだよねっていうことは。でも結局東京のビッグサイトもそうだけど、割れても気にしないよね。どまね、どまるんだよね。そういうもんなんだっていうのが分かった。桐野さんは担当者だか部外者だか傍観者がどっちかでどれかでないんですか、僕疑問点は。桐野さんどの辺やられたんですか。ね、この向けで言うと、現場に数ヶ月いただけなんですけど、なんか施工図をチェックしたりとか、あとこっちのあの会議と、うん、奥さんの手伝いさんだ。会議棟の屋根、あの綺麗な屋根だったのを、ダメなかった。はいはい。写真あるのかな。これどこ？こんな一方向の張りに。この辺に、この辺に。この辺に、この辺に、この辺に、ここに。あ、向こう側か。ああ。ないね。ない。ないね。木村さん、すみません、ない、ないです。屋根の下。留学生が。ジャマイカかどっか。クレバさんじゃなくて、うん、あそこでも最初やってたのは二藤さん、うん、なんか、うん、それで途中なんか中南米かなんかから来た、わかりました、わかりました、メキシコじゃなくてメキシコウンベルさん、ウンベルトさんじゃない、完全にあのあちら系の顔をしてる、これか、それそれあのそこそれ、ああこれでね、はいはい、会議棟みたいな、うんね、マキさんいつもこういうのくっついてるのは何ですかね、トキメスも上に乗っかってるし、でもそういう意味でいくと、あれじゃないですか、一気の時もあのカブトムシじゃないけど、うん、SDG のメインはあっちだったんじゃないですか、最初は。あの、うん、ここイベントホール。イベントホール、これだったんじゃないですか、うん。このスケッチなんかたくさんあるんですよ。でもこの長手にかけるんだみたいなスケッチが、うん、これはね結局、うん、ジオメトリが難しかったからね、うん、これ、うん、そうこのスケッチはねあるんですよ、うん、1期の方のスケッチ、メインの方ではないんだけど、ここのスケッチはね何個か出てきたんですけど、あ1期は単純だから、ね、でも単純だけど、あの組み立て材っていうかアングル組み合わせてやるんだっていうのはずっとやってるじゃないですか、うん、高輪とか、あのそれはずっと僕らも引き継いでやってるんですか、ね、やってるというよりやらされてる感じもしますけど、うん、自然にやってる感じ、そうそう、絶対パイプはあまり渡さない、パイプはね、パイプは怒られる、ね、パイプなんかぬるいからって、ね、パイプとこのペケは殺すの嫌いですよね、開放系でやれる、うん、階段面でやって、で、うん、階段面でエッジをどう取り合うかっていうのをやれっていうのをやってましたね。うん、そうですね。あの、そう、今もなく、そう、荒波さん好きだったんだな。あの、
階段面もさ、その実のカタログのこう、しーちゃんはさ、フランジがこうなってるじゃん。あれが嫌だって気持ち悪い。こっちのやつで、この字のなんだっけ、水のフランジチャンネル。BFC? あの、直角になってる。作ってないから、昔の積み金じゃなくて、日本交換かながいろいろタイプを作ってたんだよね。昔で言う日本交換。それを。そういう、あ、ここが直角のやつですよ、ね。そうそうそう。うん、それ嫌だって、ね、そう。あ、いや、これはいいんですよ。これはいい。これはいいんだけど、そうそう。こうなってるやつは嫌だっていう。そうそうそ う, そ う, そう。レールみたいなやつね。そうそ う, そう。井戸型だとこっちになっちゃうので、うん、こっち嫌だ。あと、角パイプなんか絶対嫌だ。あとは、霊感請求。T もね、T もこう、要するにこれが小さいやつが、うん、作ってたのよ。今、あの、はいはい、それもかあの JIS だと、あの、ね、背が半分とかじゃなくても全然小さいやつがある、ね、フランジ幅に対して出っ張りがほんの気持ち出っ張ってるとか。え、終盤はフランジ切ったりしてたじゃないですか。んフランジを切る。なくなっちゃったから、あ、そういうのは作ってくれないから。でもこのトラスは、あの、T 型2枚が加減材でこう。うん、T バーっていうのはね、いや、本当に今ね、既製品がだいぶシリーズが減っちゃって、うん、SDG、渡辺さんのあの、クリアファイルの中に入った怪しい断面規格のもの、ほとんど使えなくなりましたよね。使ってますね。あの、そうだよね。渡辺さん、こう、かなり昔、あの、小国車でさ、鉄骨のディテールって、あそこにこう、理想の断面みたいな。あの頃はだからいろんなのがあったんだよね。ね、なんかね、その辺、だいぶなんかね、今、既製品をうまく組み合わせるのがいいんだってなりすぎちゃってるけど、うん、既製品をちょっといじって使いましょうとかっていう。うね、うん、でもやっぱり、あの、芋のとか熱押しを覚えちゃってからは、だいぶ好き勝手な断面だってる、ね。あとはね、発煙剤。あの辺からなんか結局今まで言ってたことと違うんじゃないかみたいな感じ。だからもうなくなっちゃったからさ。でそれはでもね、鋳物まで出てきちゃうと、もう形は自由でいいんじゃないのっていう。そうだね、ある時期、コンクリートのイメージで使ってた感じもあるのかな。うん、まあそうですね、プリキャストコンクリートもね、型枠割と曲線っていうか、うん、ね、変な形というか、複雑な形にしようって感じでしたもんね。もうだから、これ以降は全部そういう考えになってますよ。うん、ね、うるさんとかもそうだった。もっと大きいの作ろうよ。ね、え、そうそう。だからね、トキメッセもそういうことね、やっぱり、ドブ付けが6メーター入んないからって、だんだん短くされてって、短くなっちゃってましたけど、ね。そうだよな、ね、韓国、中国でさ、そういうこう、考え方が、やっぱりなかなか理解してくれなかったもんね。でも逆じゃないですか。中国だったらでかいことやってくれそうって乗り込んでったんじゃなかった、ね、そうそう、中国だったら、こう、なんかこういうでっかいものを作ってくれるんじゃないかって。でも実は違うからね。中国はそうじゃなかったんですか。韓国の鋳物は、もう鋳物中古は、もうさんさんたることになりましたけどね。あの、あれ、作ってくれたんでしょ？作ってくれて、検査のスペックっていうのがいろいろあって、うん、日本のスペックで検査させたら、向こうが見てた金額、コストもはるかにオーバーしてしまって、うん、それでもこれでやってくれっていうことを言い続けてやってもらったら、後で裁判になっちゃって、その要するに、あの、引き受け、あの、受け負ったところが訴えられてきましたなんかね。うん、まあ、訴える話はね、うん、あんまりするとたくさんいろいろ、嫌なこと思い出した。それはだから SDG も引き上げてきた後だから関係ないんですね。向こうの中に。でもそういう意味ではそうなんですね。だから この北ホールって結局はだからある時代の集大成だけど、うん、ここからまた違う欲が生まれて、うん、違うことをやってるってことなんですかね。そうですね。それができる環境がちょうど揃ったっていうタイミングだった、うん、はい。ちょっと時間もだいたいそれぐらいになってきましたが。うん、なんか最後言い残したこと、福田さん聞いておくことはいいですか。
一番ちょっと面白い話として、渡辺さんはヘビースモーカーですよね。で、牧事務所は、禁煙ですよね。で、渡辺さんが事務所行った時のエピソードを結構、中田さんからこの聞いて面白いなと思った方あるんですけど。はいはい、覚えてない。覚えてないですか？いや、いや僕も全然聞いたのあれなんですけど。え、あ、そうですか。でも、うんうんうん、でも渡辺さんがそこすから、牧事務所の愛演家たちは渡辺さんが来るとすごく、すごく、普段、うん、うん、喫煙所が確かあったよね。うん、で、渡辺さんが来ると、ね、すると。普段、片身の狭かったその愛演家たちが渡辺さんが来ると、非常にこう。そういう話をしたことは覚えてない。あ、そうですか。じゃあ、どこで聞いたんだ、僕は。相変わらずですね、うん、はい、ということで、はい、だいたい、メッセ来たホール、はい、まあ本当は僕さっきの話じゃないけど、やっぱりなんか一期工事のモジュールの話とか、うん、PC の話、ね、だからやっぱ一期のデッキのところの PC の話ってずっと、うん、変な形を作ってた、うん、まあ、WT でもないし、うん、っていうようなのがね、なんかどっかから割と WT が増えてきて、そう一番最初は WT なんてやるなって散々言われた気がするのに、結局最後はなんか、そうそう、WT、だから通常 WT、まあこういうやつじゃない、うん、で一気の通路、共通数、あそこは15メーターのスパンで、とにかくトラックが通るんで、上のタッパがね、確か50センチなんしか取れない、見せようと。それで、俺、50センチいったら、もう、形は決まっちゃうね、こういう。うん、下フランジつけてから。それでも、先端力が端部きついからさ。鉄骨ぶち込んだんだ、あそこ。そうなんですか、あれ塊なだけじゃなくて鉄骨も入ってるんですか。鉄骨端部にある、うん、あ。でもそれでね、先端力やり取り、本当にできてるのかな。一応まだ大丈夫だから。行くと大体気になるから、いつも見るんだけど、なんかの時に行くと。そう、なので、ちょっと本当は、まあ、これに限らず PC のね、シリーズの話をどっかでやりたいなとは思ってるので、またぜひお願いします。ということで、3部目の、幕張メッセ北ホール、この辺で終わりにしたいと思います。次は5時から、横浜港国際旅客ターミナルになりますので、またお集まりいただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。